まあこれ僕のスマホがね、もうボロいからなのか、まあ、ボロいからなんでしょうけど、うん、なんか充電がね、何パーセントとかで表示されるでしょ、その残り、うんうん、そう、なんか何年ぐらい使う？まあもう、でもまだ2年も経ってないと思うんですけど、その容量とかの問題とかいろいろあるのか分かんないですけど、もう急になんかあの充電が減るというか、表示が嘘の時あるでしょ。あ、そう、よう聞く、その故障なんかあるんで、本当に、うん、50% だったのに電源が急に切れたりする人おる。そうそう、でさ、でなんか結構使ったのに全然78もあるなと思って、うん、一回再起動すると28とかになってんだよ。でその原理で気づかずそのまま行くと本当に20何パーあるなと思っても電源落ちてもうつかなくなったり、うん、いや困るな、なんだよそれ。いや結構困るでしょ、うん、そんなのいつ充電するかとかも分かんないし、うんうん、何そのミスと、ミスっていうか、そのそんだけのいろんな機能のものが、うん、そんなことになる、自分が己が何パーかも何間違えてんだよって話でしょ、うん、そこにはもうちょい力注いでくれよっていう。そうやな、なんかね、だんだん、まあ、いろんな機能を入れれば入れるほどなのかって言ってもアプリなんか全然入れてないよ僕なんて、うん、なのにそのなんかもう容量もいっぱいですみたいなのもなるし、なるなるなる。で充電、まあなんかいろんなもんが蓄積されてくんでしょ結局。あ、らしいっすね。なんか閲覧履歴かなんかとかもある、結局パソコンと一緒に残るんでしょ。そうそう、なんかそれをちゃんと消去していかないと残ったりもする、うん、とはいえ充電のパーセンテージ嘘つくなよと思って。いや結構死活問題だよな。そうそう、ほんと。でも僕のやつはもう信用できないんだから、うん、何も。充電器持ち歩いとるか、充電器は持ち歩いてるし、いやその手はとはいえ街歩いてて急に充電できない時とかも、うん、まだあると思っても急もう腹立つんで、そのなんか嘘さがなんかありますよね。やっぱあるんでしょうね、そのそういうのに詳しい方が今いて、それでもうなずいてるっていうことはあるんでしょうけど。だからお前はもう常に充電しおるイメージじゃもんな。いやだからそう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 、だからこそ皆さんそういう症状あると思うんですよ、みんなね、うん、あると思うよ。だからそのためにいいものがあるんですよ、うん、モバイルバッテリー。え？いやモバイルバッテリーって本当にどこでも持ち歩けて充電できるんですけど、これ偶然、我々ウエストランド単独ライブでも販売するということになってます。マジっすか？そうなんですよ。しかもちっちゃいんですよ、そのちょうどいいサイズ。なんであれを持ち歩く、高いんだろうどうせ。いこれが2980円。まあまあ高い。いや別になく、まあまあこれは本当にモバイルバッテリーだから僕もまあ持ち歩いてはいますね。確かにモバイルバッテリー的なのと、コンセント型の充電器も全部もう充電がすぐなくなるというか、嘘ついてるのが腹立つんで。いやでもその故障一番効くわ。やっぱでもあるんですよ、故障なんとはいえ、故障っちゃ故障なのか、故障レベルじゃない、もうだって、うん、そうそう、全然 72% もないのに強がってたってことで、そういうの、うん、おい 72% だって言って蓋開けたら全然そんなない、全然カスカスだった。なんなんでしょうね、うん、バッテリーがもう寿命が近いのか。あ、でもなんかそのでも2年使ってないのにっていうのもちょっと下せんよな。そうそうそう、ちょっとそこら辺はちゃんとしてほしい。充電のパーセンテージだけは嘘つかないでほしいですからね、うん、なんかあんまり詳しくないから分かんないし、いろんなもんちゃんと整理したりした方がいいんでしょうけどね。まあね、その上手な付き合い方があるんでしょうけど、あー熱くなるでしょ、もう熱くなる、あれもう怖えし、なんか、うん、突然すげえ熱くなるでしょ、そんなあんまやってねえぞっていうような時に、あるもう熱すぎて、熱くなって怪しいと思って再起動したら全然72で威張ってたやつが実は20でしたみたいな感じで出てくるんで、うん、そのあるな、嘘つきやがってよっていう。で熱い時充電できないでしょ、そのえ停止されるんです、なんか機体が熱すぎますみたいになって。あ、そうなの。いや熱くて20ですなるから充電したいんだよこっちはっていうのに、うんうん、充電できないんだよ熱すぎると。ちょっとなんか見てもらう、まあだからもうちょっと行くストレスもう見てもらうぐらいのストレスになってるんで、画面も割れとるしな。そうそう、ただ2年経たないと一応なかなか変えても金かかりますからね。なんかいろんな、だから2年はなんか持つようにね、まあ僕がこっちも気をつけるとはいえね、うん、なんかしっかりしてほしいですね。だって昔のね携帯で充電のあれが嘘つくなんてことはなかったわけですからね。なかったなかった、うん、ほんま俺のノキア最強だったもん、3日ぐらい持ちよったけんな。それは確かに今じゃ考えられないですからね、うん、少々水落としても大丈夫。ノキアユーザーがこの5人の中にまさかの2人もいましたから、ね、あんなね変わった昔ね、ここで何度か昔ブチラジとかで言ってるかもしれないですけど、ちっちゃいやつがあったんですよね。ちっちゃい、本当に良かったんですよ。まあああいうぐらいの方がいい、まあ便利は便利なんですかね、スマホはもちろんね。いや便利便利ほんまに。それにやっぱもうちょっとそのパワー的なものもこう一種付随して頑張ってほしいですね。そうだな、そのやっぱ技術的なもんじゃなくてこのな強さもいるよな。そうそうそう、そう強さ、そう強さも欲しい。テクニック、そのね凄さ技術さはいいけど、うん、もっと屈強な
やっぱフィジカルも大事。フィジカルも大事。何の話してんだよ。なんで、皆さんもそういうことになってくると思いますんで、ぜひモバイルバッテリーを持ち歩いてね。そうですよ。携帯連絡取れないと今大変ですから。そうなったら本当に役立つな。役立つんですよ。本当にモバイルバッテリー自体、ね、モバイルバッテリーなんかすげえ変な感じで言ってますけど、便利は便利ですからね。便利ですよ、本当に、ね。なので、一個は絶対持っといてくださいよ。いいこと言わずですけどね。本当にね、まだいっぱいありますからね。うん、だから大量に欲しいという人がいれば、あと4000。なんかさっきちらっと聞いたけど、なんか、もう誰でも作れるっぽい。どういうことですか？ 20 個単位。あ、単位ならね。うん、まあまあ、だから、それはタイタンのイベントでは。タイタンではモバイルバッテリーを作る人を募集しています。何の会社かわからない。それを受注するようになってぶち出しでねやりだすかもしれないですけど、そのうちモバイルバッテリー作りたい人募集、うん、なんでそのモバイルバッテリー作りたい人、まあまあ、なんでモバイルバッテリーを持ち歩くしかないんですけどね、うん、それもなかなか大変ですからね。まあ便利なもんすよ、なんでちょっと充電ちょっと僕も見てもらいます、本当にことですからね。30% あると思ったら急に切れたりするのは本当腹立つ。前と連絡つながらんかったらパニックですからね、こっちは。まあまあ誰しも仕事上そうでしょうからね。事務所の連絡は俺には根拠まあ確かに僕が一応連絡しなきゃいけないから、大事な連絡の時になくなったら確かに怖いんで、しかしモバイルバッテリー僕も持ち歩いてますので、皆さんもぜひね、うん、持ち歩いてください。平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴ラジー。